ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった。遥、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。行こう。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし、とここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。では当店のご案内をさせていただきます。当店は、あ、でもお客様は社会見学をされたいということでしたよね。お客様、一応念のために申させていただきます。女の子たちは空室の札が立った部屋におりますので、ご注意ください。ではごゆっくりご見学ください。すごく広いところだね。ああ、ここなら風間。行こう。あ、痛いよ。待ってよ。待ってよ。
じさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ、あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか？キリュウ、あなたが？ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろよ。Oh!
探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。
ついね、お前が。あの女が明美か。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の不当だ。大海連合の寺田って男がかくまっているらしい。大海連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。
近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか？そう。芝浦に行く準備はできたのか？そうか。気をつけていけよ。おい、あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを？桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやっさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東城会に探りを入れてもらってた。特に、錦山をな。なあ、カズマ。これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え、由美は水木なんだ。
お前たちが水木だと思って探してた女は弓だったんだ。どういうことです？水木は5年前から弓が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは？弓だ。その子は正真正銘弓の子なんだ。弓お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、弓の相手、いや遥の父親は？神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。ユミが抱きかかえているのはハルカ、横に写っているのが神宮だ。ユミが事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな？はい。事件の翌日、ユミは何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに弓を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。ん？雷。どうした？わからない、わからないけど。俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には弓の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと？神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が？政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると弓の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして弓は神宮の子を産んだ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった弓は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ？いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ？死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、弓と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。
いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング、何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんでユミは東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中がここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。桐生さん、甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。おじさん、怖いよ。島の目、無茶しやがる。
投げ込んだりや。少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。コソコソしやがって。しまん。寺田はん、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。Hey!
これまでだ、島野。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ、カズマ。弓が危ねえ。アレスに弓か。そうだ。それから、これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の、親父でした。無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そうか。まあ今はあまり時間がない。
話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ？まあ、いろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった、感謝する。だってさ。ああ、じゃあまた。いらっしゃい。
桐生さん、こっちです。はあ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って。これホスト仲間からの気持ちです。そうか、すまないな。おじさん、早くアレスに行こうよ。いらっしゃいませ。急いでるよ。奇遇じゃねえか。俺も急いでんだよ。